Thank you.
ばんでしたね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。そうですね。こんにちはでしたね。はい。で、スリジェンのことをね、初めて見るよっていう方もいらっしゃると思いますので、はい、じゃあここでスリジェンのお知らせをお願いします。はい、私たちスリジェンは一番最初にやった「Maybe ジュエリー」という曲と、この後にある「淡雪電車」という曲の両 A 面シングルを12月21日にリリースすることが決定しています。そして「Maybe ジュエリー」のミュージックビデオが各音楽配信サイトにて先行販売されていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてはい、そして毎週金曜24時59分から日本テレビのバズリズムにてメイビージュエリーのミュージックビデオが流れています。こちらはですね、12月限定ということなので、あと2回あります。皆さんまだね、見てない方いらっしゃると思うので、ぜひ来週のね、24時59分ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そして私たちスリジェンは秋葉原パセラリゾートマルチエンターテインメント7階と8階にて定期公演を行っています。12月はですね、クリスマス公演や31日のカウントダウンライブなどございますので、ぜひぜひチェックして遊びに来てください。そしてはい、そして私たちスリジェンは1月の8日にケンディーゼップ横浜にてサードオンマンライブが決定しています。イエーイ。はい、こちらもね、あと1ヶ月くらいになりましたのでね、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは続いての曲に行きたいと思います。はい、それでは続いての曲は CD にリリースされている曲になります。それでは聴いてください。淡雪電車。終わりが近づいてく、白い息吐きだ。
今日は
囲んでいただくと私たちとチェキの写真ですね、写真だったり、あとブロマイドもゲットできますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、私たち水獣でした。ありがとうございました。4文字数字1へとつぶやいていただけるとメンバーで遊びに行くので、ぜひぜひつぶやいてください。